はい、どうも岡崎の主です。今日は昨日に引き続きスーパーカービィハンターズをやっていきたいと思います。今日皆さんにご紹介するのはこちら、合言葉です。これは公式サイトにある合言葉を入れると武器や防具と交換できるアイテムがゲットできます。必ずこれを皆さんやりましょう。では早速いきたいと思います。はい、入力が終わりました。合言葉はスーパーカービィハンターズ。こちらを入れるとなんと炎、水、光のかけらそれぞれ50個とジェムリンゴが10個、こんなにもらえます。やったね、カービィ勇者ミッション達成。合言葉を使う。よし、さらにご褒美でジェムリンゴを5個もらいました。こちらで最強装備を整えましょう。これで序盤も楽々クリア、最強になれますよ。お、行きたいと思います。さあさあさあ、どれがいいかな。ナイトソード購入。ナイトヘルム購入。さあ、では早速武器と防具を買ったカービィでイベントを進めてみましょう。活躍を聞きつけてお供が一人仲間になった。4人の仲間が揃ったぞ。おー、これはいいですね。じゃあこちらの方をやっていきたいと思います。グランヤリワドルディ行きます。出撃。行くぜ、おーりゃ。次よ、おりゃ、ため技。えい、えい、ほ、石板ゲット。お、倒したぞ。強い、強い、強すぎるぜカービィ。いいね、いいね。おお、これは強い。よし、レベル4になったぜ。もう一つやってみたいと思います。キングスドゥ、こちらの方をミッションは、あー、なるほどね、魔法炎のクリアなんですね。まあやってみたいと思います。出撃。
いしょ、ため技1658、強いぜ。ガード3742、強すぎ。セキバン、えい、3つ目、4つ目もゲットじゃ、オッケー、スロったぞ、石板。よいしょ、よいしょ、ダーチキジョー、ずれた。5699、倒したんじゃない、強っ。よし、クリア、勝利です。かなり強いですね、やっぱり必殺技を。おお、ゴールド、プラチナもあるんですね。よーし、さあもう一つやっていきましょう。まあ、強い、かなり強い。お、新しいのが出てきた。サポートアイテムをゲット、いいですね。解放、出撃。砂丘を進むカービィたちの目の前に鎧の剣士が立ちふさがった。炎の体験を担いだ強敵だ。突破せよ、試練クエスト。いいね。おお、ブレイズエッジ強そう。よし、石板がすべて揃った。真ん中、ちぎずれた。ずれた。4502。強っ。ちょうだい。ないのかい。オッケー。よいしょ。ああ、届かなかった。ガードじゃ、ガードが効かへん。倒した、強い。さすが試練クエスト。時間かかりすぎましたね。よし、レベル5、オッケー。
夢見る心が9ポイント上がった、かっこ意味がないどういうことどういうこと。無事に試練クエストを乗り越えたカービィたち、そんな彼らのもとに戸籍でのクエストが舞い込む。まだまだ続く凶暴化騒ぎの謎を突き止めるためにも、カービィたちはお腹を空かせながら戸籍を目指して進むのであった。おかえりカービィ、試練クエストのクエストおめでとう、クリアおめでとう。あんな敵に勝てるなんてびっくりしたよ。あ、そういえば町で旅人の鐘を鳴らすと旅人を呼ぶことができるんだって。一緒にクエストで戦えてお土産ももらえるらしいから鳴らしてみてね。ほうほう、どれ、これか、これだ。あと9時間が経過するまではジェムリンゴが必要です。なるほど。というわけで今日はここまでにしたいと思います。先ほどの合言葉スーパーカービィハンターズを入れて、装備に必要な素材をぜひ皆さんゲットして序盤最強を目指していきましょう。それでは岡崎の主でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントをよろしくお願いいたします。